そしたら、ここが一番緊張するね。まずは、ここまで行きましょう。どりゃー。はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。はい、今日はですね、3色マーカーチャレンジ用の絵を描く動画でございますね。実は週末ですね、ちょっと忙しかったので、エジン君と一緒に動画を撮る時間がありませんでした。なのでですね、このね、下絵を描くところを今日はね、動画にしたいなと思いますね。ちなみにこれまでやってきたこの4枚、レンシン君と一緒にやったこの4枚は、すべて私が描いたものですね。なんで今回はその過程を、ご覧にいただけるということになりますね。で、いつも使ってるこの厚紙はですね、ダイソーのやつですね。ダイソーの100円でした。100円で8枚入ってるのかな。ではこれを開けて、今回はですね、まあ2枚もちろん描いていくんだけど、1つ目がですね、熊のプーさんにしたいなと思います。この絵ね。この絵でいきたいなと思います。で、二つ目がトトロ。この二つにしようかなと思いますね。よし、じゃあ描いていきましょう。まずは、全体のバランスをね、描かないといけないね。まず顔が、このあたり。体が、こんな感じ。ちょっと違うな。こんな感じ。足が、こうかな。こんな感じね。ディズニーのキャラクターって何気にあんま描いたことないんだけど、ね、基本的に曲線ですからね、ディズニーはね。だからそこだけ注意しておけば、直線になることがないからね、ディズニーはね。あ、もうちょっと上だったな、やっぱな。もうちょっと上だったな。まあいいか。ちょっと、プーさん、疲れてきちゃったってことにしようか。もうちょっと上に持ってたんだけど、もう疲れてきちゃって、壺をだんだん下に下がってきちゃった感じしましょうか。お絵描き何枚かやって、思ったことがあるんですけど、やっぱ最近ね、デジタルじゃないですか。だからもうね、こう、あ、失敗したって時になると、あれしたくなるの。取り消ししたくなるの。取り消しして、できないんだけどね、もちろんね。まあ、そのね、アナログの良さってのはあるんだろうけど、なかなかね、こう、取り消したいと思うんだよね、よくね。あれ、さっきの方が良かったわーって時が結構ありますね。やっぱ消しゴム使うっていうのはね、なんか、こう、なんか現代な感じしないよね。iPad で、こう、Apple Pencil で書くとか、いいかもしんない。なんか欲しくなってきちゃった、まあ、Apple Pencil が。便利だよね、あれね。すごい書き味いいしさ。なんか絵とかすごい綺麗に描けんじゃないかなと思っちゃうんだけど、最近こういうのあるの知ってます？この消しゴムのね、カスを取るね、マシンガン、これめっちゃ便利。よし、これでいいかな。じゃあ下書きはこれで OK で、じゃあそしたら清書していきましょう。まずはどっからなのか、やっぱ鼻あたりから塗って行こうか。塗るんじゃない、描いていこうか。こんな感じかな。なかなか難しいとこだね。よいしょ。はーい。よいしょ。いつも思うんだけど、この線の描き方ね、こう思い切っていく。思い切っていかないと、うまい曲線が描けない。ちょっと迷っちゃったから、うまい曲線描けてないんで。こう、思い切っていく方が、曲線が綺麗に描けますね。 OK。 ちょっと立体的にするか、このプーは。 OK。 これで完成だね。で、あとは消しゴムで下書きを消します。はい、そしたらプーさん完成です。イエーイ。基本的にプーさんってね、色少ないから、どういう感じで三色マーカーになるのか楽しみですね。はい、じゃあ続いてはトトロ描いていきましょう。トトロも結構単純だよね。でも描くの大変そう。この、でかいワン、でかいこの卵型が難しそうだな。うわー、これ難しいな。何気に。いや、これ難しいな。このトトロは目が光ってるの特徴だね。雨が落ちてきた時のトトロの目だよね。ウキウキワクワクな目だな、これな。
いやーこれ難しいな、ちょっと違うな、なんか微妙に違う、こんなもんかな。OK、 じゃあこれで書いていきましょうか。ここちょっと一番、これ今回難しいな、一番難しいけど頑張ろう。ちょっと丁寧にやっていきましょう。はい、そしたらここが一番緊張するんで、まずはここまでいきましょう。どりゃあ、やっちゃった、これもうちょっとこっちだったのに。やってしまった。同じような感じでいくか。よいしょー、うー、微妙微妙。はい、ということで2枚完成しました。ちょっとねトトロ描いてる時にですねバッテリー切れちゃったみたいで、どこまで取れてるのかわかんないですけど、この辺ちょっと失敗しましたね。この辺もやっぱ難しいね、トトロってね。こう基本的にこう楕円卵型で、これをねこうフリーハンドで描くのなかなか難しかったですね。もうちょっと動きのある絵にすればよかった。一方プーさんはよくできたんじゃないかなと思いますね。あの塗るのが楽しみですね。はい、ということでこの2枚を使った3色マーカーチャレンジはまた後日エイシンクと一緒にやりたいなと思ってますので、楽しみにしててください。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、お、なかなかうまく描けたんじゃねえと思う方は、ぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。